島根県唯一の百貨店、一畑百貨店には、今日オープン前から長蛇の列が。このお肉と、あとじゃがもち、プリプリのあれを必ず買いに来てたので、最後になるので買いに来ました。お目当ては、今日から始まった秋の北海道物産展。毎年2回行われる一畑百貨店の一大イベントです。6階の会場には北海道の味覚がずらりと並びます。鮮やかな朱色がまぶしいイクラに、こちらは巨大なホタテが乗った海鮮丼、また北海道名物のザンギなど、訪れた人は試食しながら買い物を楽しんでいました。お肉の、あそこのお肉の弁当とあっちのお魚の弁当といっぱい買いました。ずっと松江に住んでるんで、その馴染み深い千畑が潰れるのはちょっと寂しいですけど、でもこの最後のイベントにこんなでっかいの開催してくれたんで、すごい感謝しています。今日もう楽しみに来ました。最後かなと思って、これからね、やっぱりちょっと楽しみがなくなると思うとね、寂しいですね。これが一畑百貨店で行われる最後の物産展。客だけでなく出店者の思いもひとしおです。毎年来られてるんですか？そう、毎年、今年で最後。そうだね、寂しいね。まあでもいる間お客さん楽しんでもらえる、して北海道の味を楽しんでもらえる。島根にね、ちょっと百貨店がなくなってしまうっていう、ちょっと辛い部分もありますけれどもね、はい、小規模でもそういう物産展みたいな形で何かできることがあれば、はい、またぜひ参加させていただきたいと思います。閉店まで残り3ヶ月ほどとなった一畑百貨店。物産展のほかに全館で閉店セールも行われていて、朝から大勢の客でにぎわっていました。一番大きなお客様も喜んでいただける物産展ですので、北海道の美味しいものがたくさん並んでおりますので、最後となりますけれども、ぜひ楽しみにお買い物に来ていただければと思います。秋の北海道物産展は今月17日まで開かれます。